こんばんは、山寮と申します。さあ、今日はね、ついでね、帰ってきて、いろいろと食べようというシリーズをやっておりますけどね。今日はね、これ、ちょっと今、写真撮るんで、撮影しましたけど、マサ寿司さんですね。こんな感じで入ってましたね。笹寿司さんを買った、食べていこうと思います。これはね、福井というか、場所は金沢かな。ですね、石川名物らしいんですけど、笹寿司といって、こっちで言う柿の葉寿司とかわさび葉寿司みたいな感じかな。柿の葉の方がイメージ近そうですね。鹿の葉でくるんで、こう、である。やつらしいです。ということなんでね、早速ね、ショート用にとってね、食べていこうと思います。よし。では、いただきます。ということでね、食べていきましょう。ササ寿司は初めて食べますね。3種類入ってるやつがあったんで、サバと、これがサバかな、サバと、鮭と、あとは、これは、シパ寿司じゃない、レンコダイってなってますね。これ、なんか北陸の方では結構なんか有名なやつらしくて、こうなんか小さい鯛をなんかこう、いろいろみりんとかでいろいろ漬け込みをして、やるやつのことかな、うん、っていうことですね。なんかそんな料理があるって聞いたことがあるんで、多分それを使った鯛なんだと思います。で、もうね、時間も時間なんでね、一通りずっと食べてきましたんでね、もう晩酌でございます、完全に。うん、で晩酌しながら結構香りはねめちゃくちゃ笹の香りがするんでねめちゃくちゃいいですよ。これなんかもう部屋に置いときたいぐらい、これあのいわゆる本物の笹の葉なんでね、これもそのまま置いといたらいい気もするな。で笹なんですけど作ってるところは柴寿司さんっていうところらしいです。なんか、不思議ですね。よいしょ。で、こんな感じで、なんかこういう感じになってんだ。あ、で、プルン、プルンってすると、おー、なるほど。あ、こうなんだ。わー、飛んでる。おー、美味しそう。木の葉が入ってるのかな？ね、ちょっと葉物も入ってますね。では、いただきます。なんか柿の葉とはまた違いますね、感じが。うめえ。感じとしては、柿の葉寿司の柿を葉にしましたよ。それで、まあ、殺菌効果でね、やってるんですよね。柿の葉って多分、理論も必要だと思います。ただ、笹なんでね、味が全然変わりますね。結構、しみますね。結構、酢飯のところ、しっかりと。笹の風味がガッツリ効いてるんでうまいっすよ。うまっ。うん。酒と合うね。うん。次は鮭ですね。なるほどね。もはや早食いの葉の字も残っちゃないですからね、このコーナー。ついぞコメントに書かれてましたね。これどこに需要があるんだと。残念ながらなんと作ってる本人も分かってませんからね。我が輩は山田である。需要はまだないですね。いつあるのか分かりませんけどね。こんな感じなんだ。面白い。すごい。綺麗に。あ、ちょっとレモンが乗ってんだ。凝ってますね。美味しそう。このまま食べていいさそうかな、これ、からじだと。うまい。ちょっと乗ったレモンがちょうどいいアクセントになって、風味が爽やかで。うまいですね。で、これが、ちょっと珍しいな。待って、こんなところに、なんか入ってるじゃん。
何これ、あ、奥漬けが入ってた、こんな感じで笹寿司さんですね、うん、あ、笹寿司さんじゃない、芝寿司さんで、笹寿司の案内ですね。金沢伝統の、祭り寿司を今に、伝えるってことで、金沢の家庭では、お祭りや晴れの日に、押し寿司を作る習慣がありました。まあ、西の方は、押し寿司の文化がありますよね。まあ、多分その流れでしょうね、北陸の方も。で、その伝統を受け継ぐ笹寿司は、米、魚、水、塩、酢、笹の葉など、すべての材料はもちろん、お母さん、おばあちゃんが守ってきた、祭り寿司の、心にもこだわって皆様にお届けします、ということでございますね。ですから、そうですね、金沢なんで、海産物が別に取れないところじゃないわけですよ。ですから、なんだろうな、柿の葉寿司は、殺菌して持ち込むのに、っていうので、奈良で、要は海のない県なんで、その魚をね、保存して持ってくるのにっていうので、この柿の葉が使われてたってことなんですけど、笹の葉寿司に関しては、どっちかというと、そうやって、運搬する、保存を効かせるよとかっていうような感じではなかったってことでございますね。祭り寿司って言って、そういうふうにして、祭りでこう、ね、家族総出でこうて、作ってどうのこうのしてっていうようなやつを、うん。あれですよね、祭りの時とかに、まあ、こう、手軽に食べれるように、こうやって笹の葉で巻いて、そしたらね、祭りに行ったといった時にもね、手を汚さずに、ね、笹の葉でね、それを、要は、ラップ代わりにしてね、そのまま食べれたりするんで、今もね、実際そうですよね。っていうふうにできるんで、多分そういうような感じの意味合いの方が強そうですね。うん。で、それがちょうど笹の葉だと、香りがついていい感じになるということでございますね。ですからその伝統ってことで、まあ伝統のお寿司屋さんですもんね。多分この芝寿司さんっていうところは多分ちゃんとしたお寿司屋さんでね、間違いなさそうですから。金沢の方、北陸の方行ったら、やっぱお寿司屋さん美味しいですもんね。でね、その新鮮な握り寿司とかもいいですけど、バッテラムとかもね、いいですけど、こういうね、伝統のやつが、こうそういうところでね、いただけるってことで、だから酢飯も美味しいですもんね。いいですね。いただいていきましょう。で、これがレンコダイ。レンコダイでいいんだよな、読み方。あとで一応調べとこう。こんな感じで、スッといって。あ、こんな感じですね。タイが。わー、乗ってる。おいしそう。いいですね。よし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 。ちなみに一応カメラの色を食べ物が美味しく映る色合いっていうコードに調節してみましたけど、なんかあんまり変わらないかな。ちょっと見にくかったりするかな、逆に。いただきます。美味しいですね。なるほど、こういう名産があったんだな。もちろん年代だったらこの辺りのね、地元の名産これぐらいのレベルのやつはね、本当ならもう知っときよっていう、年齢でもあるんですけど、まあやっぱ知らんもんはね、知らんもんがありますからね。現地に行ってね、やっぱこういうの見つけるとね、あるんやって言ってね、知ってくる。で、実際にやっぱ食べてね、覚えていくとね、思い出と一緒に残ってきますからね。ああ、うまい。じゃあ残りね、3種類がかける2なんで、残り3種類、あるんで、これはまあ、もともとちょっと、晩酌しながら食べていきたいと思います。はあ。ごちそうさまでした。いやあ、美味しかったですね。まあ、完全に晩酌しながらですけど、まあ、完全にあれですけどね、YouTube ですか、今見てるのはアベマですけどね、アベマ見ながら、M リーグ見ながら。美味しくいただきました。いいですね。まあ、またちょっとね、M リーグとかね、ジャンタマとかなったりとかもね、なんか見てたら面白そうだなっていうのはあるんでね、ちょっとその辺りとかもね、なんかちょっといろいろできたらなと思いながらというのは緩和9代ということで、こ
このね、笹の香りがめっちゃいいんで、この笹の葉とかに置いときたいな。いい香りだ。という感じでございますね。いや、これいいな。あの、茎の葉とはまた違って、笹の香りがね、いいですからね。美味しくいただきました。年間2500万杯も使うらしいですね。すごいですね。それをちゃんと使えるように、ちゃんとこだわって取り扱いとかもして、手摘みでやってんだ。すごいですね。ということでございますね。まあ、まだあの笹寿司さんホームページがあるそうだ、用意だったら貼っときます。まあ、とりあえずこれで一通り食べたのかな。あとは程の利く、お土産物とかなんでね。まあ、お土産先で渡すやつとかになるからあれか。あれですけどね。という感じでございますね。美味しくいただきました。ということで、まあ、このシリーズはこれでね、カマ9台も含めて終わらせてるのかな。なんか、バーチャル別件サンプとかやるところも特にないと思うんでね。とりあえずこれで一回締めちゃいましょう。最終回ってことにしておきましょう。美味しくいただいて、楽しい旅になりました。よかった。うん。よし。あ、酒入ってるんで、もう十分出来上がってるんで、このままスルッと進みさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。